皆さんこんにちは、DK です。最近美容室で変な髪型にされて、不満マックスなんですけど、まあいいや、それは置いといて、今日はですね、真夏の神武川に来ました。どんな生物が取れるか楽しみです。うわ、草ぼうぼうですね。草ぼうぼうです。なんか蛇とか出らんか、めっちゃ不安ですよね。今日はですね、このロープに一工夫つけてきました。こんな感じでコブを作っておくとですね、登るとき楽なんですよね。まあいいや、とりあえずこれで網と、よいしょ、ちょっともうちょっと長い方がいいかな。とりあえずこれで網と虫かごを縛ります。そして先に下に下ろしておきます。そしてここを結んでおきます。よし、これでいいや。よいしょ。ちょっと下の網が邪魔ですね。このコブを作っておいたら、こうグリップが効くんですよね。ああ、これがいい。このコブがいいですね。このコブがあったら登る時もかなり楽だと思います。上から魚影を確認できたんですけど、結構デカめのハヤの群れがいますね。ただしあれ取れないんですよね。取りたいんですけど、私が狙うものは、小物ですね。ドンコとかヨシノボリとかそういった類です。では早速やっていきたいと思います。もう目の前にある大きめのハヤ、よいしょ、取れんよねあれ。やっぱりスピードが速すぎて目の前を、あ、ダメか、追い詰めれたかなと思ったんですけど、ダメでしたね。ちょっとこんな下を、よいしょ、何が取れるかな。ヤゴか、ヤゴはいいや。目の前いるんですよね。よいしょ、取れんな、早いで。早だけに早いっすよ、マジで。もう目の前いますもんね。めっちゃでかい。これは取れんよな。取れないっすよ。これ追い込み量じゃないと取れないっすね。よいしょ、ヤゴがいっぱい取れとっすね。ヤゴだ、ヤゴばっか。これもヤゴ。うわ、こっちなんか汚いっすね。よいしょ、あ、取れた。
メダカかなこれ。はい、メダカと思っていたらやはりカダヤシですね。カダヤシですよね。見えるかな。どっか上流の方で草刈りをやってるんですかね。草がどんどん流れてきてます。この辺で、うわアメンボいっぱいいるな。目の前に小魚発見。よいしょ、ほらね、大量に取れた。カダヤシかなやっぱり。これ素人が見たらどう見てもメダカなんですけどね。はい、カダヤシですね。このヒレの丸っこい感じがなんかカダヤシですよね。とか言ってメダカやったらめっちゃ貴重な魚になるんですけどね。カダヤシだろうね。カダヤシにしてもこう上から見たら結構いいんですよね、メダカっぽくて。ここはかなり浅いっすね。木か。よし、この辺やったら安全にガサガサができます。よいしょ、うわっ、でかいミミズが取れた。ミミズです。ミミズが取れました。ミミズなのかな。ミミズですね。ミミズってどうやって繁殖するんだろう。土が必要なのかな。この個体は水の中にいましたけどね、岩の下に。よいしょ、いけ。わ、なんじゃこれ。わあ、すっげえでっかいカニ。カニです。うわーでかい。うわでっかい。今日一番の大物ですね。食べれそうやな。よいしょ、あ、来た、どんこ。久々のどんこやな。はい、どんこです。久々に取れましたね。ちょっとこの観察ケースが濁ってるというか、ちょっと傷ついてよく取れてないですね。今ちょうど橋の下にいるんですけど、外を見たら雨が土砂降りですね。雷も鳴ってます。ちょっと怖いです。うわ、雨降っとるよ。あ、前方にカモがいます。逃げていった。うわ、ちょっとこの辺でガサガサしてみたいですね。よし、あーすごい、雨がすごいです。よいしょ、ちょっとこれはそろそろ切り上げんと、これあれやな。ちょっとこれ川が深くなっとうですね。普段こんなに深い川じゃないんですけど、雨で増水してるんかな。
何も取れない。ザリガニとドンコダブル。はい、ザリガニとドンコがダブルで取れました。まだ赤くなってないアメリカザリガニですね。雨がすごいですね。雷も怖いのでもう一発ガサガサしたら帰りたいと思います。よっ、なんか取れたらもう最後にします。でもそのなんか取れたって言うけどなかなかその最後が来ないですよね。ちょっと川の下に避難しました。そうするとですね、目の前にザリガニが、あ、入った。あ、入らんかったか。この辺いるな。はい、自らザリガニが網にかかりました。はい、アメリカザリガニです。ちょっとザリガニがラストっていうのはちょっと味がないですね。魚を探したいと思います。よっ、うわー、ゴミが。あ、水カマキリゲット。これは大物として扱っていいのかな。水カマキリです。はい、水カマキリと一応ヤゴも取れました。大物ですね、私にとっては。しかしもう一回ぐらいやりたいですね。すごいですね、流れが。よいしょ、よいしょ。でかいハヤがですね取れるんじゃないかと思ってちょっと無造作に今網を入れました。まあ取れんか、取れんすよね。あれはやっぱりこういう普通のガサガサが一番。沼エビか。どんどん水かさが増してますね。このままでは危険な状態になります。なんだろう、カナブンがいました。カナブンです。お逃げなさい。ちょっとこの辺を、なんもなんか結構深くなってきましたね。なんか最後大物の魚が取れたらいいなと思うんですけど取れないっすよね。取れないどころかもう川の底が見えません。非常に底が見えないというのは非常に危険なんですよね。雷も鳴るよるし。この辺なんか取れんかな。はい、今日の釣果です。ドンコが2匹とアメリカザリガニが2匹とでかいカニが1匹とあとミミズと、カダヤシもいるんですけどカダヤシはもう逃がしました。この中におったらですね確実に食べられるんで。ていうか言ってるそばからミミズがちょっとやられてる感じですね。ちょっとかわいそうなことをしました。今日はちょっと期待外れですね。雨も降っていて雷も鳴っていてちょっと危険な状況です。このドンコはちょっと色が違いますね。黒いやつとちょっと淡いやつです。いや水族館みたいな感じになるかなと思ったんですけどね、今日はダメでした。それではまた。今から上に上がるんですけどこのですねこの2本を一緒にくくります。2回ぐらいちょっと切り取っていいかな。よし、上がります。さあここで
このコブが役に立ちますね。何もなかったらですね、これ滑るんですよね。何もなかったらこうロープを掴んでもグリップが効かないんですけど、このコブを作ることでここで止めが効きます。よいしょ。ということで、これちなみに足がなくてもこのコブがあればどうにか腕力で登れます。いいよ。下界に戻った。よいしょ。結構高いんですよね。結構高いです。どうにか戻ってきた。よかった。よいしょ。よかった。